長津田。長津田、長津田、長津田は、神奈川県横浜市緑区の地名である。また、いぶきや及び、長津田南台の一部は、いずれも、長津田町から分離したものである。当該項目を参照されたい。大辞林によれば、他に伝、奴やつらとは、他にやつ、定地、谷、また、定湿地、谷地、谷とにある湿田、谷地だ。 とあり、長津田は、長い出田の意という。一般に、占流する岩川上流部の集落を総称して、上長津田、下流部を下長津田という。玉丘陵島園部、鶴見川水系温田川中流域右岸に位置する。地形は、超域北側に温田川段丘崖があり、武蔵野草、鶴川草、上倉田草などに分類される。 鉱石台地と、温田川、岩川周辺の十数の宿からなる、中石地で構成される。中石地は、主として、水田稲作、近年では、餅米が、主流。鉱石台地は、山林、畑作が多い。町域東南部、馬の瀬から東下市場町にかけて、断層線がある。近世には、ヤグラザ王冠、国道四十六号、東名高速道路、 東急田園都市線と神奈川道、都市計画道路参加長津田線、JR 横浜線の結節地であった長津田塾が発展。戦国時代から江戸時代にかけての武将番部、お解節祭の子孫の所領があった。大林寺は高節祭が回帰と伝えられている。1843年、天保14年153個。1868年、 慶応三年176個926人。1869年、明治二年145個950人。1891年、明治二十四年220個1397人。1939年、昭和十四年395個。1980年、昭和五十五年6154世帯18942人。 横浜開港後、上州、新州、甲州産の絹糸の集産地である八王子から横浜港へ輸送する中継地として発展。明治20年代以降、副業として養産が盛んになる。大正期以降、東京、横浜などに向けての商品野菜の栽培が増加。昭和40年代以降、鉄道、道路の開通に伴い、東京急行電鉄などによる、 宅地開発や神奈川県住宅供給公社などによる住宅断造成が促進し人口が急増した。住宅地の地価は2014年平成26年1月1日の工事地価によれば長津田4の4の5の地点で28万8000円枚メートルとなっている。緑区内で最も地価が高い。2017年 平成29年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。他、緑区民文化センターの建設計画がある。横浜市では歴史的財産に富み、かつ自然が多く残り、継承地としての良さをも合わせ持つ長津田の見どころを選び、 中国古南省少々八景をモデルに長津田重慶を定めた。長津田塾の歴史を生かした町づくり研究会が中心となって2005年平成17年3月に選定され2008年平成20年3月には長津田重慶をデザインした絵タイルが歩道上に設置された。長津田の読みとして長津田と長津田の論争がある。長津田は 長い出電超、津田を指すに津伝。しかし、当地ではに津を指して、やと、やと、等によるとの説があり、これを元にすると、長津田が正しいと思われる。一方で、長津、伝で構成されていると考えた場合、連絡が起こることは考えられず、長津田と発音するのが正しいとの見解がある。国鉄、JR 長では1980年代末期の、 工事以前は、長津田と表記され、東急長津田駅では開業以来一貫して、長津田と表記れている。また、横浜市発行の横浜の町名では、長津田と表記されている。地名にはかつて、この一帯が長い小川、イコール新が通る田んぼであったために、長津田と言われるようになったという説があるが、確証はない。ちなみに、長津田小学校の交渉は、 ツタの葉に長唱である。これは当地に長いツタの葉があったとの伝承による。地区内にある長津田駅は東急田園都市線、JR 横浜線、東急子供の国線が乗り入れる横浜北部の主要ターミナルとなっている。しかし、線路が高架化されておらず、町が分断されていることなどもあって、駅前の街並みや道路状態は雑然としており、再開発が急務となっている。 ただし、再開発の構想旨の建設には反対の声も聞かれる。しかし、2007年11月16日長津大気、北口再開発計画の計画案が、首都市計画審議会で可決された。2005年秋頃から事故が絶えなかった、駅前商店街の道路整備を開始し、駅から国道246号へと続く狭い道路幅の拡張工事に着手した。 この道路は霧が丘方面へと続くが、2005年11月18日にオープンしたアピタ長津田店の影響もあり、土日は渋滞することが多い。工事に伴い、古くからある魚や蕎麦屋などが立ち退きを迫られたが、これを機に廃業する商店も少なくない。同時並行的に駅構内の整備も始まり、2006年8月末にまでに、 ローソンと東急による初の共同出店となる駅型コンビニローソン、トックス等、数点の商業施設がオープンした。なお、JR 横浜線が快速電車の運行を決めた際、長津田駅は不停車だった。その後に停車することになった。岩川上流の岡部屋と地区は田畑が続く農業地帯となっており、横浜市の中でも特に素朴な農村風景をとどめている。 岩川最上流には、長津田町、小川アメニティがあり、夏には、ホタルが観察できる。またこの地区で採れた野菜は、近隣の旭区若葉台団地などに直送され、新鮮な状態のまま販売されることも多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。